それでは始まりました基礎英文法講座ですね今回は柔道体の3回目になりますはい受け身の3回目ですさあいってみましょうはい 空章に入るのは一体どれでしょう Can? なんとか En San Diego? ですねはい Raise was risen, was raised, raised そうですこれねややこしいやつですよね rise と raise ってさ非常に覚えづらいよってやつですそう知ってる人は知ってると思いますがそう自動詞、他動詞そうなんですよ自動詞、他動詞また出てきたんかいそうなんですまた出てきたんです rise と raise どっちが自動詞どっちが多動詞か知ってます そうそうそうえ上がが自動詞下が他動詞詞下他ですねでまず「ケン・ライズ」っていうのはまあ自動詞自体が入ることはこできるんですけどほらね「ケン」ってほら動かもですね三人称単数でしょ「ライズ」っていう原型は使えないですねはい2番「WasReason」はいこんなのナイスさようなら存在しませんえなんでなんですかえだってほら B 動詞足す過去分詞で受動体でいいんじゃないですかって思ってるかもしれないですけどえ覚えてますか はい。じゃあ、I made a cancel reservation ですね。で、so、秘書で私、ケン様のレザーベーションをしましたっていうふうになって、これが自動体だと、Cancel、so、reservation was made ですね。わざわざ、まあ、by me とかっていうことはあんまりないですね。So、I made a cancel reservation、まあ、状況としてまあ秘書ぐらいしかないですが、I made a cancel reservation っていう。 s, s v o さんとかっていうやつですが受動体にするとそうそうそう O が1個減るんでしよねはい能動体を受動体に変えると O が1つ減るんだよっていうふうにやりました O が1個減るんですよわかります ?O が1個減るためにはもともと減るための O を持ってなきゃいけないですね。 目的語で目的語を持つことができるやつは何て言いましたそう多動詞って言いましたね多動詞っていうのが目的語を取れるんでした自動詞は後ろに目的語を取れないんでしたねだから王を一つ減らすことのできない自動詞さんっていうのは受け身にできないんですよ基本的にはね例外やりますかだから自動詞は受け身にできないんですよだから RISE のです、ね、過去分詞リズムが受動態になってるとかありえないんですよいいですね 自動詞は受け身です受け身にしてはいけません。はい。自動詞は受け身にできないわけなんですよ。え続いてほら、r a i s e どうなっちゃいますかこれ。多動詞ですよねそう。これ過去形ですからね。多動詞は後ろに目的語してるんですね。でも,もうほら後ろは ?En San Diego っていう前置詞たす名詞の形が来てるだけで目的語ないですね。だからこれ手が余っちゃうっていうので4もうダメです。ということで正解は was raised。 was raised であれば受け身になった他、ね、動詞の目的語が減ってますね。こう2本だったものがこっちがこんな感じですね2本だったものがこうなる感じなんで,でこいつはいなくなるんですね。2本だったものがこっちがこう来てこっちはさよならみたいですね。隠れますみたいになるので、うん、いいんです。受け身になると王が一つ減る。そういうことです。で、Ken was raised in San Diego っていうので合ってるんです。はい。Ken was raised in San Diego。で、 レイズっていう意味、ここさ、どういう意味ですかこれ。上げる、上がるしか覚えてなかった人は、はぁ、なに、ケンがサンディエゴで上げられましたみたいですね。ヒューみたいなね。違いますね。このレイズっていうのは、そう、育てるって意味ですので、間違いないでください。そう、これ、育てられたよって意味です。だから例えばほら、ケンはサンディエゴで生まれましただったら、そう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 。ケンはスポン・イサンディエゴって意味ですね。 もともと産むっていう意味のベアの過去文詞なんですけど、Ken was born in Sandiego San とかってよく言いますね。Ken はサンディエゴで生まれ、サンディエゴで育ちました。すごいいいところね。気候がめちゃくちゃいい。私が住みたいところ、私が留学したところですね。ここです。で、これを覚えていくわけなんですが、はい、一般的にどういうふうに覚えますそう、so、Rise って言ったら、はい、Rise 原形で過去形は、そう、Rose ですね。で、過去文詞形が、 reason これ間違いないでね。Reason ですからね。えー、Rise, Rose, Risen ってやつですね。Rise, Rose, Risen のやつをここやっぱり Rised って書く人結構いるんですよ、はい。で、これが自動詞。で、他動詞は、はい、Raise は RaiseRaised, raised, raised っていうふうになりますね。で、こっちが自動詞。こっちが 多動詞って覚えるわけなんですけど、まあ、これを覚えておくことに何の問題もないですよでも具体例覚えてますあなたこれを使った文を言いなさいって言われたら言えますか書きなさいって言ったら書けますかそういうことなんですよ。逆に文ががが言ええるる人ははこんんなななの覚える必要はないわけですよどどっちが自動詞どっちち自動動詞詞かなんてだって具体例見りゃ後ろ目的を取ってんのが多動詞だし後ろ目的を取ってないやつが自動詞なんですからそうだから具体例をちゃんと見ましょう。 はい有名ですね The sun rises in the east ってやつねはいこれはそう太陽は東から昇るっていうやつですねでいつも起こることだが現在形ですよ覚えてますか復習してきますよちゃんとですね昨日も太陽は東から昇ったし今日も太陽は東から昇ったし明日も太陽は東から昇るんですよ、ね、いつも変わらないこと、ね、そういう時に現在形っていうのが使われるんだってですね で、あ、太陽ですね、the sun と言います、ね、アさんとかさんではなく、the sun と言います。はい。in the east ですね、これね、東ってやつなんですが、これそうですね、思いますね。そう、日本語をただただ英語に置き換えちゃうと、太陽は東から昇るって言ったら、ここ from にしたくなっちゃうでしょ。ね、from the east、あ、東から昇るだ h これダメですよ。だ、日本語の感覚だと、こう水平線があって。 こうお日様がここからこう上がってくるっていうから、東からなんですけど。東っていうのは。ここ全部東ですから。みんな東ですから。だからインでインです。全部が東だから。だからインディイーストなんですよ。 だからその感覚ですね、日本語の感覚と英語の感覚違いますからちゃんと英語の感覚で覚えてってくださいねだから the sun rises in the east っていうですねこの一文を覚えるだけでもいろんなことが学べますから「あ現在形っていつも変わらないことなんだな」とか「あ、太陽 The Sun」なんだな「The East」ースト「あ a n East」アンイーストとかにはならないんだなとかねいろんなことを学べるしそしてはい、後ろに前置したす名詞持ってるからだからそうですねこれであ こいつは自動したって自動的に分かるわけですよ。はい、次ですね。で過去形いきましょう。The sun rose two hours ago. ですね。あってくっついてるやつは過去の話です。で、あごってくっついてるやつは塊で福祉になります。だからですね、2時間前を上げたとかって意味わかんでしょ。太陽が2時間前を上げましたなんてないですね。そう太陽は2時間前に昇りましたっていうわけです。The sun rose two hours ago. っていうふうに、ね、これも目的を取ってないですから、こいつ福祉の塊ですからね。 はい、そして the sun has already risen ね、もう太陽昇っちゃってるよ。はい、やりましたね。ハ a v e p l 過去分詞ってやつです。already がね、入って完了っていうのでよく使われるよって言いましたね。その太陽はもうすでに上がっちゃってる状態ですよっていう時に使う表現でしたね。はい、こうやってこうつて寝ててね、こうつて寝てて、おいおいもう太陽上がってるよみたいなね。 ねえー、僕はねグランドキャニオンでね行ったことがあるんですけどそこが、まあ、一番行った中では良かったなモントリオっていうカナダのところと、まあ、ベルリン・バーダーンですけどとかがすごく良かったんですけど、まあ、自然の風景の中では、うん、ここが一番良かったかなと思ってるんですけどそれで友達とね行った、まあ、ネバダ州にあるんですけどキャリフォルニアサンディエゴにいたんでサンディエゴからネバダまで行った時に見に行ったんですけどねでその時にグランドキャニオンってねやっぱこの日が沈む夕日が沈む時と。 太陽がが昇る時っていうのが、ね、すごく綺麗なんですよなんで行ったのですごい車でめちゃめちゃサンデエゴがめっちゃ遠いのですごい時間かけて行ったんですけどびっくりしたんだけどねそうそう着いた時ね「あれおかしくね?」みたいな。 あサンハズオルリーセットになったわけなんですがでえそんなバカなちゃんと調べてって日没の時間まで調べてったのになんでそんなバカなっつってそうまさにこの入り口で入る時にもう沈んじゃってたんですよえなんでそうなったのっつったらですねうちのそのね日本人の友達だったんですけど時差をね意識してなかったんですよネバダとカリフォルニアって時時差あるんですよ1時間だからカリフォルニアの時間でその日沈むって思ったらもうネバダの時間では沈んでたんですよで大丈夫だからって言われてね その夕日沈むの見えなくても日が昇るの見ればいいからそれの方がすごいめちゃくちゃ綺麗だからって言われて「あ、まあそうなんだじゃあまあそうね日,日沈むのは見れなかったけど、まあ、日の出は見れればいいかな」って思ったんですけどで朝起きてねそうですもう早朝ですよめっちゃ早いまあ今回は大丈夫です時間はねもう寝場だ時間になってますから日の入りのちゃんと調べてますからでも超寒いですね待てど暮らせどですね出てこないよ日が」みたいな感じででまあいろんな運動とかしたりね韓国の友達とかがいる韓国兵役スクワットとかってやったんですけどこれだったら 暖かくなるとかってやったんですけどあれも明るいんだけどっていう風になったんですねえ日あれ The sun has already risen もう上がっちゃってんだけどね。日がね沈む時はね時間を間違えたんですけど日の入りはですね方角を間違えたんですねわかりますね The sun rises in the east ですイーストから太陽が上ってくるのにウエストが見えるところで待ってたんですねはい、そんなことがありました では次に raise に行きますね。はい raise の方まあこれ原型ってやつですけどよく言いますね raise your hand 手上げなやつね手上げので命令文ってやつですね命令文っていうのは 前に言う,うっていうのが省略されてるわけなんで,で、あなたはあなたのお手手をあげなさい。あなたと手はイコールではないのですね目,的を目的を取ってますね。名詞レイズ後ろに置ける。このレイズ h a ンドだけでもいいんですよ、覚えとけば。このフレーズ覚えてるだけレイズが多動詞って分かりますね。具体例しってそれでおしまいなんですよ。え、ケンレイズヒッハン。ケンは手を挙げました。給食品盗んだのは誰だはい、僕です。みたいなですね。 だケンはいいやつだ <laughs>、ね。ジョンだった、それは。ケンはいですね、raise his hand、ねはい。手を挙げましたはです、ね。僕がやりますみたいなね。立候補します。みたいな、ねはい、で、ケンと、his hand、ね。ケンの手はケン自体ではないですからね。これ自体が人で、ウェーみたいになることはありませんので、はい、こういった形で言う。で、過去形とか過去分子形っていうのもあるし、あとは、ね、こういうふうに進行形で使うことも可能ですね。当たり前ですけど、ケンは raise two kids っていうふうに言ったりします。 さあこの場合の raise は、そう上げるじゃないですね。ケは二人の子供を上げている最中ですみたいなわはは俺たは待ってくだみたいなね。そういうことじゃないですね。これはそう,そう育てているって意味ですね。ケには二人の子供がいて、二人の子育てしてますよって意味です。はい。だから raise には育てるっていうね意味もあるんですよ。でこういう具体的を覚えれば、こうやって後ろに目的を取ってるなっていうのはわかりますね。これでいいんですよ。raise は後ろに目的を取ってる。 ライズの場合は「ライ n the イースト」とか後ろに名称を置きたかったら「ああ前置しとってるな」とかっていうので分かるんです。The sun has a l ださんは s で n ですね太陽はもう上がった。ああリズンの後ろにはないな目的をっていうのでそれでいいんですよ。具体例を覚えればいいんです。で、えっと、一応レイズね覚えておきますか難関大の人のために。でこの基礎では「上げる」っていうのとこの「育てる」っていうのを覚えておかなきゃいけないですが。 お金を集めるっていう意味でも出てきますので、覚えておいてください。We raise the llama money とかですね。これ難関大になったら基礎表現になりますので、そうね、raise にはまあまだ意味あるんですけど、いろいろね。とりあえず今の段階では上げると育てるっていうのが重要なんだ。で、さらにお金を集めるっていうのを心の片隅ですね、どこかに置いといてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで自動下同士を復習しながら受け身中動態について話してみました。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録。 お願いします。